堀北真希はド S な。ナースを、熱演、真っ白初回は 7.9%。女優の堀北真希、26が、主演する TBS 系連続ドラマ、真っ白、火曜午後10時が、13日にスタートし、初回の平均視聴率は 7.9%。ビデオリサーチ調べ、関東地区、だったことが14日、わかった。初回は15分拡大で、放送された。人気脚本家の井上由美子氏が、自身の父親が入院した体験から着想を、得たオリジナルストーリー。看護師たちの群像劇の、一方で、命とは何かを見つめるヒューマンな物語でもある。堀北はセレブ病院に、勤務して玉の輿を狙う主人公の、看護師を演じる。ロングヘアだった髪を実際に、20センチ切り、4年ぶりに肩につかないぐらいの、長さにし、ナース役に挑んでいる。堀北をはじめ、志田未来、21、高梨臨、25、水野美紀、40、木村多江、43らで、白い多くの総取締役といえる看護師長役の、木村を頂点とした複雑怪奇な人間模様を、描く。その他、柳楽優弥、24、石黒賢、48らが、医師役を演じる。初回は、看護師、あかり、堀北はセレブばかりが、入院する最高級の、セレブ病院、東大病院に玉の、腰を夢見て転職。あかりが配属された総合外科は看護師長、静か、木村を頂点に、まるで、多くのような世界。静かからも厳しく当たられる前途多難な日々が、始まる。そんなある日、病院に最高のオペ技術を、持ち、神の手と呼ばれる脳外科医、北松、加賀武史、64が、入院してくる。あかりは北松の担当となるが、北松はオペ以外の治療を、望み、入院していることは家族にすら口外しないことを、要求し、という展開だった。